先ほどはこれとこれが同層だっていう例をたくさん出したので、まあ同層っていうもののイメージがついて、だんだんできるようになってことを期待するわけなんですけれども、まあもう一個だけコメントしておくと、先ほど同層だって言わなかったペア、例えばアニラスとトーラスは同層じゃないし、球面とトーラスは同層じゃないわけですね。それらはこうゴム板だと思って変形していっても重ねられないわけです。ところで、実は今までわざと曲面というタイプの図形しか考えないようにしてきました。曲面じゃない図形も世の中にたくさんあるんですけれども、曲面だけを考えてきました。で、これからも曲面のことをちょっと考えていきたいので、曲面とは何かということを言っておきたいと思います。曲面っていうのも同層という言葉を使って定義されるんですけれども、曲面っていうのはその上のある一点の近く、まあ、球面の場合はどこでも同じなわけですけれども、この点の近くに着目して、ある距離以内、ある長さ以内の点を集めてきたとします。その時に、その部分っていうのが、二次元円盤と同層になっているようなもの。そういうのを曲面と呼んでいます。ちなみに平面も曲面です。曲がってないですけど、このことは成立してますから。逆に曲面じゃないものを挙げていくと、おくと分かりいいかなと思って、出してみました。これは、まあ、一点ですから、円盤と同層じゃないわけですね。それから、こう一次元的なもの、線とか輪っかとかそういうのも、二次元円盤と同層の部分がないですから、ダメなんですね。それから、これは中身の詰まった積み木なんですけど、なんか一点取ってきてその周りを考えると、これは中身が詰まってるから、円盤じゃなくって、本当にこう三次元的なボールになっちゃうわけですね、一点の近くが。だからこれも曲面じゃない。クラゲさんももちろん曲面じゃない。気になるのはこの右上の図形なんですけれども、これは曲面でしょうか？ある部分は、こう、周りに二次元盤と同層なのが取れるんですけれども、この、ちょうど、貼り合わせてある、ここの点に着目したとしますよね。そうすると、この近くの点の集合っていうのはどんな形になってるかっていうと、こういう風になってます。で、これはどう頑張っても円盤に変形できないわけですね。切り離したり、なんか2枚貼り合わせたりとか、そういう違反な操作をしない限りは。というわけで、この図形は曲面じゃないわけです。今までいろんな曲面を出してきたんですけれども、今から反省して分類してみると、境界のある曲面とない曲面がありました。境界のある曲面の典型は、さっきも出てきた二次元円盤です。まあ、境界って言葉の定義はちょっと真剣にやらないんですけれども、こういうふうに周りのこう縁といいますか、そのそこから先はなくなっているようなところが境界です。二次元盤には境界が1個ありますね。境界のある図形として、曲面としては他にアニュラスがあります。これは内側の境界と外側の境界、2個の境界を持っています。こういうノリで境界、ごめんなさい。この二次元盤とアニュラスは同層じゃないです。真ん中にこう無理やり穴を開けない限りはゴム板重ねられないから。で、こういうノリで、境界のある曲面はいくらでも作っていけます。こんなやつとか。なんかこんなのもアニメで出てきたような気がしますけど、こういうふうに境界の個数を変えると次々作っていけます。まあこれ以外にも実はあるんですけれども。それでは、境界のない曲面は今までどんなのが出てきたかというと、まあ平曲面という言い方もありますが、今まで出てきた中では二次元球面とトーラスがありました。それでは、これ以外にも境界のない曲面っていうのはあるでしょうか？本当はこれをクイズにしたいぐらいだったんで、これをアンケートにしたいぐらいだったんですけれども、ちょっと絵を描いて答えていたことができないので、
これは次に自分で答えたいと思います。まあ、ちょっとまたここでゲーム機に戻ってですね、何年後かには八角形型のディスプレイがついたゲーム機が出るかもしれない。そうすると、もっと大胆な、こう、空間で、自分のキャラクターを動かすことができるわけです。例えば、こんな画面があったときに、最初の方でも使った記号ですけれども、同じ色の矢印のところが繋がってる。で、こう矢印の頭同士が合うように繋げる。というルールですね。ですから、例えば、あるキャラクターがこの辺からこう出ていったとすると、赤い矢印はもうちょっと上の方にありますね。それで、矢印の結構根元に近いところから出ていきましたから、この辺を通って、こうやって入ってくることになると思われます。他に、これ矢印が合計8本ありますけれども、2本ずつ組になって4本あるわけですね。というわけで、どの縁から行ってもどっかから入ってくる仕組みになってます。じゃあ、これはどんな図形でしょうか。まあ、ちょっと先回りして考える人は、これは何かの境界のない局面になってるはずだっていうことに気づきますよね。まずこれは、面ですし、どこにも境界がありませんし、あとは、こう、つなげたことによって、局面じゃなくなるような変な点が発生しなければ、これは、境界のない局面になるはずです。じゃあ、どんな局面になるか。これはゴム板があればみんな各自作ってみることができるんですけれども、まあ、画面の上で考えてみましょう。まず、この八角形はゴム板ですから、ちょっとわかりやすさのために、ここに補助線を引いて、ここでぐぐぐっと縮めて、こういう図形にしてみましょう。今一瞬で変わりましたけど、実はただごまかしせずに変えました。そこでですね、この点線の矢印のところはちょっと忘れて、ここは短くなってると思うことにしましょう。そうするとどちらもほとんど四角形ですよね。で、四角形に書かれた矢印の付き方をよく見ると、実は最初の方に出てきたトーラスを作る矢印の付け方と同じになっています。仮にこの点線のところが短くて無視できるとしたらですね。そうすると、これをつなげて、局面にしたとすると、左の部分はトーラス、右の部分はトーラスになっています。で、さっきから言い訳してるんですけど、点線のところを無視してたので、点線のところがこうなった時にどうなってるかっていうと、こういうところで輪っかになってるはずです。そして、上の図では、この点線同士が貼り付いてるわけですね。点線もこう貼り付けるべき矢印の一つですから、ということは、この二つの、実際はこの点々のところは穴が開いてるわけで、その二つを、こういう風に、筒で繋いだ図形っていうのが、まあ、最終的な図形になってるはずです。ということは、まあ、こんな図形ですね。これは互いにめり込んでるんじゃなくて、この境目のところ、ここのところで穴を開けて、こう表面をつなげ、お互いにつなげたような図形なんですけれども、まあ、これのことを、これは、平局面になってて、さっきのトーラスと同層じゃないっていうことは多分納得してもらえるんじゃないかと思います。まあ、二人乗り浮き輪と呼ばれています。もっと言うと、この乗りで、G 人乗り浮き輪っていうものが考えられます。平局面の例として。なんで G なんていう言いにくい人数にしたかっていうと、まあ、この、穴と言いますか、こういう部分の個数のことを、G ナス種数と呼んでるんですね。先ほどのトーラスはジーナスが1でした。で、球面はジーナスが0でした。ジーナスは0、1、2、3と始まって好きな数の平局面を作ることができます。それはG人の領域はになっています。
で、ジーナスを1個定めると、もう、局面が1個に定まります。と言いますか、つまり、ジーナスが同じ局面は同層です。例えば、下のやつも6人塗り浮き輪で、もしこれがその、スポーツ用品屋さんに行ったら上と下のは多分別の製品として売られてると思うんですけれども、位相幾何学な世界のスポーツ用品屋さんでは、これはゴムだと思って、すごい頑張ってこう伸ばしたり縮めたりしてやっていくと同じものになってしまいますんで、同じ製品だということになるわけですね。というわけで、ここでは、局面が同層でどういうふうに分類されるか、どういうのが局面でどういう局面があるかということをいろいろ考えてみました。